今回は1話見たら止まらないアニメです。それでは始めていきましょう。1つ目の作品はワンパンマン、制作マッドハウス JC スタッフ。こちらの作品は1話からクライマックスってぐらい盛り上がって面白いのでおすすめです。ジャンルはヒーロー、アクション、コメディです。物語は就職活動していた埼玉がある日怪人から子供を救ったことをきっかけに夢であったヒーローを目指して3年間特訓をしたらどんな敵も一撃で倒す無敵の強さを手に入れてしまったってとこから始まります。1期はマッドハウスさんが制作なんですが、1話からアクションシーンの作が凄まじいですし、強くなりすぎた埼玉が強敵を相手に高揚感を感じる展開に音楽が合っていてめちゃくちゃ盛り上がって1話から本当に面白いです。2話以降もいつ埼玉が出てきて敵をワンパンするんだろう、こんな強敵さすがにワンパン無理やろうみたいなのがワクワクして楽しく見れるのでおすすめの作品です。こちらの作品はバンダイチャンネル、アマゾンプライムビデオともにレンタルで見れます。続いての作品はもう1本、制作バッケンレコード。こちらの作品は1話から青春スポーツ作品の良さが感じれるので青春作品を探している方におすすめです。物語は中学最後の大会で柔道をやめようと思っていた女の子が高校に入り再び一本の喜びを知って柔道を始めるっていう柔道ガールズストーリーです。女の子たちの頑張る姿やこだわりのある作画もいいですし、友情や悩みなど青春を感じる展開もいいのでおすすめの作品です。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、Hulu、FOD、アベアンプレミアム、バンダイチャンネル、DMMTV、Amazon プライムビデオなどで見れます。続いての作品は無能な7、制作ブリッジ。こちらの作品は1話から予想を裏切る展開でとても面白いのでおすすめです。ジャンルは超能力、学園サスペンスです。物語は人類の敵と呼ばれる怪物と戦うためにいろんな能力を持つ少年少女が集められた学園が舞台で、そこにある転校生がやってくるっていうところから始まります。あえて物語紹介かなり短めにしてるんですけど本当に1話から展開が面白いのでぜひチェックしてみてください。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、 FOD、 DMMTV で見れます。続いての作品はサマータイムレンダー、制作 OLM、 チーム小島。こちらの作品は1話から展開が面白くて続きが気になってまさに1話見たら止まらない作品でおすすめです。ジャンルは時をかける SF サスペンスです。物語は幼馴染小舟牛尾の訃報を聞いて2年ぶりに故郷の小さな離島に帰った網代新平が葬儀中に親友から牛尾には他殺の可能性があると打ち明けられ、小さな離島でうごめく事件に巻き込まれていくってとこから始まります。この作品の特徴としては続きの気になるストーリーが素晴らしかったり、設定もとても面白くて個人的には恋愛要素や主題歌なども良くて最近の作品ではかなりおすすめの作品です。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、Hulu、Netflix、ディズニープラス、バンダイチャンネル、DMMTV、Amazon プライムビデオなどで見れます。続いての作品は、ビビー、フローライトアイズソング、制作、ウィットスタジオ。こちらの作品も1話から続きが気になる展開で面白いですし、13話で一気見できておすすめです。ジャンルはオリジナルアニメ、SF ヒューマンドラマです。物語は史上初の自立人型 AI として生み出された AI の歌姫ビビーが、歌でみんなを幸せにするためにステージに立ち続けていたんですが、そんなある日、自らを100年後の未来から来たと話す AI 松本がビビーの元に現れて自身の使命を伝えられるっていうとこから始まります。作画も素晴らしいですし、ストーリーや設定も続きが気になる傑作で、音楽もいいですし全体的にかなりクオリティが高い作品なのでぜひ見てみてください。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、 DMMTV などで見れます。続いての作品はデッドマンワンダーランド、制作マングローブ。こちらの作品は1話からインパクトがかなりある作品です。ジャンルは監獄サバイバルアクションとなってまして、物語は東京大震災から10年後が舞台で、主人公の中学生五十嵐元太が疎開先の長野県でクラスメイトたちと平凡な生活を送っていた、そんなある日元太の通う中学校に赤い男が現れ運命が一変していくっていうところから始まります。あまり物語の説明してないんですけど本当につかみがいいですし、設定の面白さなどもあって今回選んでみました。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、 DMMTV などで見れます。続いての作品はハッピーシュガーライフ、制作エゾラ。こちらの作品も1話からインパクトがあって、キャッチコピーの戦慄の純愛サイコホラーがなるほどってなるつかみの良さがあるので見始めたら止まらないと思います。物語は愛を知らない少女佐藤が男遊びを繰り返す生活を送っていたんですが、ある日謎の少女シオと出会い愛を知ったことで佐藤はシオとの幸せな日々を守るため狂気に心を染めていくっていう少女たちの共依存を描いた物語となってます。登場人物がヤバいキャラが多くてそれが面白いですし、少女の狂気的な部分と甘い部分のギャップが作品に引き込まれる良さがあって、ストーリーとしても少しずつ謎が分かってきて最後まで見たら1話の冒頭のシーンもなるほどってなって余韻が残る良作だと思います。儚くて脆いんですが愛に満ちた尊い2人の少女がどういう運命を選ぶのか、ぜひハッピーシュガーライフを見てみてください。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、 FOD、 DMMTV などで見れます。続いての作品は盾の勇者の成り上がり、制作
キネマシトラス。こちらの作品は1話からどん底展開で、これからどうなるんだって続きが気になると思います。まずジャンルは異世界ファンタジーです。物語は平凡なオタク大学生岩谷直文がある日図書館で一冊の本と出会うんですが、それをきっかけに異世界にハズレ扱いの盾の勇者として召喚されてしまい、四聖勇者の一人として世界に災いをもたらす波を払うことを使命に運命に立ち向かっていくっていうお話です。タイトル通り盾の勇者として成り上がっていくお話なんですけど、1話からのどん底展開がアクセントになっていて、序盤が特に面白いので、よかったらチェックしてみてください。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、 Hulu、 FOD、 Netflix、 ディズニープラス、 ABEMA プレミアム、 バンダイチャンネル、 DMMTV、 Amazon プライムビデオなどで見れます。続いての作品はコードギアス反逆のルルーシュ、制作サンライズ。こちらの作品は1話から面白くてとてもおすすめです。ジャンルはロボット、能力、頭脳戦です。物語はブリタニア帝国に日本が支配され、日本人がイレブンと呼ばれている近未来が舞台となってまして、主人公の少年ルルーシュがテロリストが起こした事件に巻き込まれて、そこで謎の少女と出会うっていうところから始まります。ロボット作品が苦手ってことで敬遠してる方いると思うんですが、本当に見始めたら止まらなくなるぐらい面白いのでおすすめです。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、 Hulu、 Netflix、 ABEMA プレミアム、バンダイチャンネル、 DMMTV などで見れます。続いての作品はガレーゼロ、制作アスリード、 AIC スピリッツ。こちらの作品は1話から予想外の展開で、この後どうなるのってなって続きが見たくなると思います。ジャンルはノンストップタイムアクションです。物語は悪霊と戦う特殊部隊が活躍するシーンから始まるんですが、彼らは悪霊が原因の災害を専門に扱う部隊で、特殊武器で悪霊を抹殺するはずだったんですがってとこから始まります。物語の時系列なんですけど、1話と2話が後半につながるようになって、3話の過去描写からどんどん物語が分かるようになっていくので、そこは頭に入れといてほしいです。ワンクールで短いんですが、ストーリー引き込まれて最後まで見たら余韻が残る傑作なんで、よかったら見てみてください。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、 DMMTV などで見れます。続いての作品は鋼鉄城のカバネリ、制作ウィットスタジオ。というわけでカバネリなんですけども、この作品は圧倒的な映像と壮大な音楽、熱いセリフで1話から世界観に引き込まれるので、アニメ好きにもスロット好きにもおすすめです。ジャンルは和風スチームパンク、アクションダークファンタジーです。物語は不死の怪物カバネがいる世界が舞台で、荒金駅をカバネが襲って逃げ惑う人々がいる中で、主人公の少年生駒はカバネに立ち向かっていくがっていうとこから始まります。カバネについてなんですけども、設定としてはゾンビに似ていて、噛まれたりすると噛まれた人もカバネになりますし、スロットで負けすぎた人もカバネになります。というわけで1話から世界観に引き込まれておすすめなので、ぜひ見てみてください。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、 Hulu、 FOD、 DMMTV などで見れます。続いての作品はサイコパス、制作プロダクション IG。 こちらの作品はオリジナルテレビアニメで、1話からえぐい展開と近未来を描いた作品の世界観に引き込まれると思います。コンセプトは近未来 SF、 警察もの、群像劇の3つで、徹底管理された近未来の治安維持にあたる公安局の活躍と葛藤を描いた社会派 SF 作品となってます。物語は心理状態を把握するシビラシステムによって管理される近未来の日本が舞台で、人生を決定するこのシステムの数値はサイコパスと呼ばれていて、その中に犯罪に関する犯罪係数っていう潜在犯を探せるような数値があって、犯罪者を取り締まる公安局の刑事常森茜はシステムに感知されない犯罪者との戦いに巻き込まれていくっていう話です。1話からテーマ性のあるストーリーが引き込まれますし、1話終盤のエンディング入るタイミングも本当に最高で、1話から面白い作品です。こちらの作品は U-NEXT、 D アニメストア、 Hulu、 FOD、 DMMTV などで見れます。続いての作品は赤目が切る、制作ホワイトホックス。こちらの作品も1話からえぐい展開があって、それ以降もマジかーってなるストーリーで続きが気になって見ちゃうと思います。ジャンルはバトル、ダークファンタジーです。物語は主人公の辰巳が帝都の悪を切る非常の殺し屋集団ナイトレイドに入って、仲間たちとの出会いと戦いの中で成長していって、帝都の悪に立ち向かっていく物語となってます。容赦がないストーリー展開やバトル作品が見たい方におすすめの作品なので、連休中によかったら見てみてください。こちらの作品は U-NEXT、D アニメストア、 Hulu、 バンダイチャンネル、 DMMTV などで見れます。続いての作品は推しの子、制作動画工房。こちらの作品は2023年でトップクラスの話題作なんですけど、今回のテーマの1話が90分あってちょっと長いんですけど、1話の後半がピークってぐらい盛り上がるんで、1話から心をわしづかみにされたい方におすすめです。この作品に関してはジャンルもお伝えせずに物語の冒頭を紹介します。産婦人科医の男の前に推しのアイドルが現れるんですけど、彼女はある禁断の秘密を抱えていてってとこから怒涛の展開が始まっていきます。1話から展開
展開がすごいですし、作画もめちゃくちゃ力入ってて綺麗ですし、演出も良くてストーリーとしても気になって追記は見たくなる作品なんで、お仕事や勉強で見る時間がなかった方はぜひ連休中に見てみてください。ちなみになんですけど2期も決定してます。こちらの作品は割とどこでも見れます。続いての作品はシャーロット制作 PA ワークス。こちらの作品も1話から面白くておすすめです。ジャンルは異能力青春です。物語は思春期のごく一部に特殊能力がある世界が舞台になってまして、任意の対象の体を5秒間のみ乗っ取る能力を駆使して優等生として学園生活を送っていた音坂優がある日目の前に現れた少女ともりなおから特殊能力を持った少年少女が通う学校への転入をするように言われるっていうところから始まる、特殊能力を持ってしまった少年少女の運命を描いた作品となってます。というわけで異能力学園もの始まったぞ、主人公結構性格やばくないみたいな感じから始まるので、1話からワクワクして面白いと思います。こちらの作品は Unext、D アニメストア、DMMTV などで見れます。続いての作品はココロコネクト制作シルバーリンク。こちらの作品は5人の高校生の心が入れ替わったり、いろいろと奇妙な現象に遭いながら友情を確かめたりとか、心の傷を乗り越えていって少年少女が成長していく姿や関係性の変化を描いた青春恋愛作品です。この作品次回予告をやってからエンディング入るんですけど、それがめちゃくちゃ良くて続き見たくなりますし、設定やストーリーも面白い作品なんでおすすめです。こちらの作品は Unext、 D アニメストア、 DMMTV などで見れます。続いての作品はキルラキル制作トリガー。こちらの作品も1話から面白くて、ジャンルはオリジナルアニメ学園バトルです。物語は父の死に関与した人物を探して武力で支配されている本能寺学園に女子高生の主人公が転校してくるんですけど、そこの生徒は極制服という特殊な制服を着ていて、主人公はなすすべもなくコテンパンにやられてしまって、そんな時に彼女は喋るセーラー服千吉と出会って能力を開花させていくっていうところから始まります。1話からストーリーや作画すごくてワクワクしますし、1話はエンディングでオープニングの曲のシリウスが流れるんですけど、曲めちゃくちゃいいんでこちら聞いてみてください。ちょっと作画が独特で見てないなって方はぜひ見てみてください。こちらの作品は Unext、 D アニメスター、 ABEMA プレミアム、 DMMTV などで見れます。続いての作品は進撃の巨人制作ウィットスタジオマッパ。こちらの作品は巨人が人を食い全てを支配する世界を描いたダークファンタジーで、アニメ史上最も絶望的な1話に引き込まれること間違いなしの作品です。物語なんですけど、人類が巨人に怯えながら巨大な壁の内側で生活していた、そんなある日超大型巨人が現れて主人公エレンたちの日常が一変していくっていうところから始まります。というわけで圧倒的な世界観とストーリーを味わってみてください。こちらの作品は割とどこでも見れます。続いての作品は未来日記制作アスリード。こちらの作品のジャンルはデスゲーム、サスペンス、アクションです。物語は未来の出来事が書かれた携帯日記未来日記の所有者間で繰り広げられる殺人ゲームに巻き込まれてしまった中学生男子と狂気のヤンデレヒロインを軸に描かれてます。12人の未来日記の所有者による生き残りをかけたサバイバルデスゲームなんですけど、個性的な日記の能力も注目な作品です。こちらの作品は Unext、 D アニメストア、 Hulu、 ABEMA プレミアム、 DMMTV などで見れます。ラストに行く前にチャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いします。あと今回は最近紹介した作品とか関係なく選んだので、紹介したことある作品が多かったんですけど、どれも本当に面白いんでぜひ全部見てみてください。はい、ラストの作品は僕だけはいない街制作 A1 ピクチャーズ。というわけでラストの作品は僕だけはいない街です。見たら止まらなくなる作品ってやっぱサスペンス系の作品でしょってことで、今回はラストにしました。というわけでジャンルはタイムリープサスペンスです。内容としてはリバイバルというタイムリープ能力で、悪いことが起こる1分から5分ほど前に戻り、違和感を探して事故や事件を解決するっていうのを日常的に体験していた主人公が、ある事件をきっかけに少年時代まで時間が遡ってしまうっていうところから始まります。こちら12話で全部見れるのでサクッと見れますし、面白い作品でもありますし、 A1 ピクチャーズさんなので映像も綺麗で見やすいですし、続きが気になって止まらなくなる作品なのでぜひ見てみてください。こちらの作品は Unext、 D アニメストア、 Hulu、 FOD、 ABEMA プレミアム、 DMMTV などで見れます。次回冬、さてこの次もサービス。それでは皆さん、またね。